インフルエンザの感染が子どもを中心に広がっています。通常は冬に流行するインフルエンザですが、なぜこの時期に増えているのでしょうか。若林区にある7号クリニックです。月曜日の朝の8時に9度2分ね。こちらのクリニックでは新学期が始まった4月以降、インフルエンザの患者が増えています。昨日までのインフルエンザ患者は32人、このうち 75% が中学生以下の子どもです。ある中学校、ある小学校のクラスで集団的に発生すると、おのずと数は増えてきますので。この時期にこういうのって先生今までの経験ないです。経験ないですね。仙台市によりますと、先月22日から28日の1週間に市内の定点医療機関でインフルエンザと診断された人は148人と、過去5年間の同じ時期に比べて感染者数は17倍に。仙台市内では先月から今日までに24の公立の小中学校で学級閉鎖の措置が取られています。通常であれば冬場に猛威を振るうインフルエンザが、なぜ季節外れのこの時期に確認されているのでしょうか。インフルエンザに対する集団免疫がだいぶ弱くなっていたので、新学年が始まった後の学校で結構大きなクラスターが起こっているというところが今の特徴ではないかと思います。意識してやっぱり換気に努めるということをしないと、この季節外れのインフルエンザの流行であれ、じわじわと戻ってきている新型コロナであれ、それが拡大する恐れはあると思います。